こいつはですね、最初にこう影が先に通るようになってるんでね、それを見て避けたらそんなに難しくないんじゃないかなと思いますね。この辺のステージはね、鈴木くんという、デザイナーが作ってくれたんですけどね、狼の時にも一緒に仕事して、狼の時には漁島原なんかのねステージを作ってくれた、スタッフですね。女性にもかかわらずこうやって踏んづけて体重で解く仕掛けがあるわけですね。この辺もね、今映ったように、コウモリがいたり、この辺にこうネズミがいたりするわけですね。前にもお話ししましたけど、動物ネタはねいろいろ盛り込みたかったんですけどね、かろうじてこの辺は残ってますね。はい、ここでアーダーが登場ですね。こいつはもうね、見た目の通り、鎧天使っていう呼び方で呼んでましたね。こいつもね、ザコの、バージョン替えなので、割と初期にできた敵ですね。いつも、この体験とね、チェーンソーはなかなかね大振りで、隙が大きいんで敵に当てにくいんですけどね、ウィッチタイムをかけてからその最中に使うと、当てやすいんじゃないでしょうか。これはね、魔女の、塔の、中を進んでいくステージですね。魔女の像ですね。魔女の像が持ってる杖の中が塔になっていてですね、そこをこう進んでるステージですね。で、これは魔女狩りがあった当時に、賢者の側が、施した結界ですね。これを踏んづけると、このように足元のウィッチウォークの封印が壊れて落下してしまうという性質のものですね。トーチアタックにはですね、分かりにくいんですけどね、微妙に違うカメラがいくつか、用意してあってですね、今ちょっといつもと違う、カメカットが出ましたけど、カメラをね定点に置いた時に、それがこう、壁の中に埋まってしまいそうな時にはそれを回避するような別バージョンのカメラが再生されるようになってますね。たまにジョイのトーチアタックで真上からの、カメラになるのもそういう理由ですね。モーションは確かね、山口君が作ってくれたモーションだったと思いますね。違ったかな。はい、またここでね、こういう魔女のと賢者の像の仕掛けがありますね。このね、今プレイヤーが登っている魔女の像もそうですけどね、賢者と魔女の、巨像が並んでいて、魔女の像だけ胸に槍がこう貫かれてるわけですね。これもね、こう魔女と賢者の像で一対になってるんですけども、魔女の方だけこう破壊されてると、こういった形でですね、ステージベヨネタのステージの中にはこうした
あの魔女と賢者の対になったデザインというのがいくつかあるんですけど、大概が、魔女の方は、魔女狩りのね歴史での中で破壊されたと、破壊されて破壊されたと教えていると思いますね。間違ったね相手に、あの狙ってない相手に、トーチアタックをかけてしまうというケースもあると思うんですけど、それをね確実に回避する方法っていうのは、こうやってロックオンをねした状態で、トーチアタックをかける。あのロックオンをすればですね、必ず複数敵がいてもロックオンしてる敵しかね絶対攻撃しませんからね、間違えることはないですね。で、ロックオンしてる間っていうのはね、この回避ボタンを押すのがね非常に難しいと思うので、ロックオン中はあのジャンプボタンが、同じく回避の役割をするようになってますね。ロックオンをした状態で、ジャンプをレバーを入力してジャンプを押すとこのようにね回避になりますね。で、レバーニュートラルで押した場合は普通にジャンプしてくれるんで、ロックオンした状態でも、これはねデビルと同じ操作形態ですね。一応これも併用してるんで、ロックオン派だという方は、回避はこれで行ったらいいんじゃないでしょうか。はい。で、これもねチャプター2かなにあったのと同じ仕掛けですね。こうやって持ち上げてる間プレイヤーを動かせるっていうね、リモート操作に気づかないとなかなか難しい。で、これによりこういうすぐ戻ってしまう、この壁を通り抜けると、こいつをね叩いてから分解してからですね、時間ですぐ戻ってしまうやつっていうのはこういう赤い色になってますね。分解したままになってるやつっていうのはあの緑色の、色になってますね。はい。これ向こうに行くとね、ある部屋があるんですけども、これもね、こう隅っこに行くとこうおっとっとっていうねモーションがなかなかベオには珍しい、こういうアクションが入っていたりしますね。ここでねちょろちょろ、最初のクライマックスステージから登場している、インスパイアドがちょろちょろ出てきてますね。これは、爪ですね。ここはですね、プレイヤーの進行に合わせてこう崩れるようになっているんでね、強で突っ走っても必ずビヨネタに追いつくように崩れるようになっていますね。これは慌ててジャンプしないでちゃんとギリギリまで走ってからジャンプすると、絶対に打ちないんですね。ここはね、うまい具合にたまたまね、ヘビの像が壊れて、ヘビの姿をした天使が出てくるので、つなげることができましたね。意図してなかったんですけど、うまい具合にセットが決まりました。はい、インスパイアド。